日本国神奈川県川崎市宮前区詐欺沼駅前、宮前区は川崎市を構成する7行政区のうちの一つ。宮前区は多摩丘陵上に位置し、区全域で起伏に富んだ地形を有する。そのため、平地はいくつかの川に沿った地域及び大地上の狭い地域のみである。そのため、坂が非常に多い。トークがまだ存在しなかった頃、 東急田園都市線開通までは都心に近い立地を生かした農業を行うのどかな農村の体であったが、道線の開通、東名高速道路東名川崎インターチェンジの設置以降、急速に人口が増加し、都市化が進んだ。もっとも住民の多くは東京都内へ通勤、通学を行っており、東京のベッドタウンとしての位置づけが大きい。 20万人の人口を有しながら高校が一校しかないことがそれを物語っている。商業的にも高津区、青葉区、そして東京都内の比重が大きい。この地域は古くから人の定着があったらしい。東高根遺跡や牧ぬ古墳、白井坂萩和鎌本などの遺跡があるほか、養合寺は7世紀の創建で県内屈指の古刹という。金星は 水はけの良い地質から、畑作の業が中心となり、江戸、東京に近い立地から、果物の栽培や花の栽培が行われていた。昭和初期に、地域は、川崎市に編入されて、同市の一部となるが、その後も、戦後しばらくは、交通化措置体であるために、のどかな農村の体を有していたようである。もっとも、1966年の、 田園都市線回通によって地域は激変する。東京に近いという立地から東京のベッドタウンとして人口が急激に増加し、街も都市化する。宮前区は当初高津区の一部に含まれていたが人口が増加したためにその後に分布され、現在に至っている。宮前区の名前は宮前区の地域を構成した村の一つ、宮前村に由来する。山前村は 宮崎村と読むが、宮前区が成立した際に漢字のみを継承し、読みは平易なものに改められた。宮前村成立時、村の中央に役場が置かれたのであるが、その村役場の置かれた地が、女体権現社から梶ジガにかけてのあざめ、マギヌ村あざぐルの前であったことが、宮前村の名前の由来である。宮の前とは、同社の前の土地という意味である。宮前区内では、 一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前の町名等欄で河川がある、町名はその全部、それ以外はその一部であり、その町名の末尾に数字がある場合には、町名を表す。なお、川崎市の町名の町名にはアラビア数字が広く使用されているため、町名欄はアラビア数字で統一している。 宮前区役所管内宮前区役所、向ヶう丘出張所管内、高津区の区域に属する区域を除く。AB 新木土地区各整理事業管知処分広告の、翌日、ハット ABCDEFGHIJKLMNOBQRSTUVWXYZAAB 町名地盤整理実施区域。AB 大土地区各整理事業管知処分広告の、翌日。 ハット ABCDEFGHIJ 宮崎土地、区画整理事業監置処分広告の翌日、ハット ABCDEF 土橋土地、区画整理事業監置処分広告の翌日、ハット ABCD アリマ第一土地、区画整理事業監置処分広告の翌日中心となる駅、サニー沼駅。ありがとうございます。